どうもアスターの食べ頃と水色とコクです。アスターの初動画お届けします。3人でウィクロスの最新ランオルタナティブのボックス開封をしていきます。今回はボックスと同時に構築済みデッキ3つが発売してます。食べ頃はホワイトエマを、水色さんはブラックリスを、コクさんはブルームロを担当します。1人1ボックスずつ開封して、最後に5ボックスの結果をまとめてご紹介します。はい、それではこれから開封していきます。じゃあ1人1ボックスずつね、配っていこうかね。はい、じゃあまあちょっとまずは開けてみましょう。バカね開けたくさん。はい、お、じゃあいつものね、なんかちょっとカウンターっぽいのが入ってますね。じゃあこれ横置いといて、お、ベルカムルリグパック2019。おお、これ何なの。これはなんか5周年記念で公開された学園編プロモーションがモチーフみたいですね。ああ、じゃあなんか限定のやつが入ってるのかな。ちょっとこれまず開けてみようか。はい、じゃあ開けまーす。どっから開けるこれか。ちょっとわかる、それはちょっとわかる。はい、じゃあせーの、オープン。お、ユキだ。ゆずきはね、こっちウムルスね。おー、かわいいね。これはバレー部かな、ゆきは。じゃあ、これからパックの方、5パック。パックの方向いていきよう。開封するの久々だけどね。ねえ、ほんとに。でもね、開封するときはいつでも楽しいんだよね。ちょっと光り物はなかったな。お、あっ、じゃあちょっとこのパック目もいっていく。まあ小さい頃はこんな大量にパック開けるのはできないですからね。まさに大人買いですよ、大人買い。お、なんか光ってるのが出た。なんだこれは。コラボする。あー、ウリスのカードかな。スレックス、なんか強そう。じゃあちょっとどんどん当たりました。おお、なんだそれは。超あとウリス限定のやつだと、このティナモってやつが結構強いですね。へえー今のところまだ光物が出ないっていう今のレベル2が出た。やっと光物来ましたよ。お、お、エルドラグッドブ、水で使うのか。サーバートリフォー、あ、これが汎用だね。お、また光ってる気がする。エルドラ、光り物来ました。はい、ウムルのカードかな。おお、これ2枚目ですか。うん、みんなで合わせると2枚目だ。どうなきゃいけましたね。お、ヒーソーティクスペル、ミュータ、ウブルのカードですね。おお、綺麗。お、レイの身代わり、いいね。この待機は大丈夫かな。確かに。あ、ウリス出たよ。ここナーが単純にエナ要因として強いですね、これは。おお、いいですね。カルグ、お、なんか勝ってる。コードビー悟りに。お、国産、これどうなんですか。あ、最大で1万2000ダウンだから結構強いですね。かわいい。4枚必須なんですかね。ね、もうこのね、抜く音が好きすぎてやばい。はい、ブルーム、ブラックドラゴン、シースローブ、ロシア。お、グレイスフィールドの神話の本。これね、レベル4で連続攻撃するときに使いますね。ヒュドラ。お、エルドラグッジョブのノーマル。お、ウリスの光り物来ましたね。お、普通に構築済みデッキ光ってなかったので、単純にこれは嬉しいですね。嬉しいね、入れ替えていく感じ。今日もウリスの光いいね、構築デッキがキラキラしている。
体型が気になるマンバブラさん、チームドラ。これゴッドフィールド擬人化も結構おのおの可愛いですけどね。うん、わかるわかる。まあそこを擬人化するって感じが結構強いですけどね。そうだね。であとこれはアタック時にエナーをチャージしていく。はい、やばいですね。お、来た光物グレイスフィールドコンパクト。強そう。強そう。可愛い。何よりも可愛い。お、欲しかったルシフェル。おお、すごい。本当にイラストは可愛い。可愛い、わかる。ツインテ？ツインテ？ロールか。ああ。さっきの可愛いしか誰も言ってないけど。いや、可愛いは絶対正義だから仕方ない。可愛いだけで出来入りますから、ね。そうそうそう、出来入るから仕方ない。世界共通語ですから、ね。世界共通語だから、ね。どうした？こっちも来ましたコンパクト。お、本当だ。ちょっと表情違うんだね。こっちはアトランです。運に入る。強そう。強そう。手札の入れ替えとかですね。そうですね。コラボ。これは単純に離れ切りで線残ったりすることを言って、結構これが決め手になること多いですね。サーバント T1。汎用のサーバント。北光物。オーナーですか？ファブミル。黒かな？はい。そうですね。僕が欲しかったやつですね。オリスで入るんだね。ドラゴンだね、すごい。デスレックス2枚目。おお、デスレックス。それでいく。それでいく。ゾイドで。今回2枚しかないですね。2枚しかないからね。じゃあ10パック終わったところだし、これで折り返しかな。はい。じゃあ次負けて、おう。おお、すごい。すごい。K アルテマメイデンイオナ。なんかドローが1枚に制限されるやつでしょ。はあ。何それ。2ドローできないな。すごい綺麗だねイラストがね。イオナファンからしたらたまらない。たまらないやつ。あと僕、はい、グレイスフィールドウーゴ冒険聞きました。これも連続攻撃するためのね、要になるカードですね。ウィトラスはなんか3つのパック開けてもイラストは常に可愛い。うん、わかる。次がグラの鬼ごっこ。お、光物来ましたよ。フリーダムダウン、ワイルドライガー。お、なんかコラボがいい感じに揃った感じですかね。白と、ん？青と黒か。はい、開けていきましょう。お、さあアトラス。おそれは2枚目でしたね。かな？うん。あ、汎用のサワトウキ。ウィス。なんか、ガルグ。シファルちゃん、2枚目でーす。え、ちょっとこれ、ウィンクしてるんだけど。シークレットガル。あ、そうなんだ。え、超かわいい。表情サブがいい。ね、表情サブ。あ、ちょっと好感度とか親愛度が上がると見せてくれる。1名。いや、ちょっとそれは可愛いな。鬼ごっこの擬人化もどこに鬼ごっこ要素なのかよくわからないですね。お、気持ち悪い。ネクストフューチャー。おお、これでアタックフェイズがもう一回できると。おお、連続攻撃していく。フリープロミスフリーダム。お、そう、これ狙ってて、そう、狙っててますね。エマのアーツだからね。おお、いいなこれ。イラストがそもそもね、いい感じ、綺麗ですね。はい、残り5パックしかないか。そうだね。で僕は LR ベチャンコインも5ボックス。
すってことはコインがちょうど5枚揃うかもしれないですね。ああ、確かに。もう出ましたよ。すごい。うおー何これ。これたくましいんだけど。たくましい。たくましい。たくましいんだけど。熱いな。何これ。確かにこれ、ブルーレイ特典にもともと封入されてた、千差万別かな。千差万別の、再録ですね。ヒルカ、こっちも言わなきゃいけないしね。おー、LR ウリスがウリスがどんどん光って、ウリス光ってくわティナモは4枚欲しいですね、うん、おハブに入れてましたね。おウィンクしてみましょう。してしてます、ね。おぉグレイスフィールド最初の朝4回目で攻撃したときにすごい強力な効果があるという。ネクストフューチャー。おぉやったー。これで2回に乗ってられると。そして今のレベル1がなんと光っております。やったね。最後1パック、ラスト1パック。ないああ、終わりました。もう出ちゃ、あ、こっちもちょっともう出ちゃってたわ。あ、でも最後ね、エマのアーツが1個来ました。終わりだ。一緒だねまあでも結構各々のテーマに沿ったカードは、うん、まあ、出た感じかね。完全には揃わないものの、うん、ある程度集まったんじゃないかなって。じゃあちょっとこの後まとめていきましょうか。はい、はい、開封結果こんな感じです。5ボックス分開けました。はい、じゃあでですね、スペシャルルーパックの方は5枚全部実は被らないでいきました。無限、雪、ゆずき、うむる、ウリスって感じですね。はい、桜が待っていて綺麗ですね。素敵的に被るの方ですね。ね、本当に。はい。はい、それではこれが今回の開封結果になります。じゃあ、おのおのね、ちょっと自分のリーグのコメントしていこうかなと思うんですけど、水色さんどうでした？そうですね、僕の方だととりあえず狙い目だったリーサイブラックがまず出たっていうのが、まあ、大きかったかなと。で、あとは構築済みデッキのレベル4が、まあ、光ってなかったっていうので、まあ、光り物が出たんで、まあ、ここで輝けるのかなっていうのと、あとは単純にルシフェルは2枚差しでもちょうどいいかなっていう感じで、一枚シークレットだもんね。そうですね、リンクしてますからね。かわいいな。でハブニルは窓、個人的に2枚集めようかなっていう感じですかね。あ、こいつは4枚いりそうな感じなんだね。まあちゃんと効果を把握してちょっとまあ回してみてね。じゃあエマですけど、まあエマもアーツがね、プロミスフリーダム1枚当たってこれはもう安心できるんだけど、ちょっとね残念だったのがハウスがね、これ絶対4枚ね必要なカードだと思ってるんだけど1枚しか当たらなかったからちょっと、まあでも一応四球ですからね。あ、そうだね。このね表情がなかなかね、差分がわからない、差分がわからないまた最初の朝がね、よく見たらライフバーストがめちゃくちゃ強くて、白のカード1枚手札に加えるって、実はネクストフューチャーもね、スペルもシグニも白だから回収できると。ちょっと開けて初めて気づいた。まあまあおのおの金がね良かったかなと思って。奥さんはどうですか？シグニの出がかなり良かったんです。確かに4枚ずつ揃ってるとかね4枚ずつある困らない困らない。表情サブも実は揃ってんじゃない、もしかすると。俺そうですね、俺なんかはだ多分3種類全部揃ってるじゃん。コンプリートしていくちょっと安心エントギアが出なかったのが心の残りです。ギアーツがね、で、あとはそのルリグレアだとキーがこんな感じで、あとシークレットでこんな感じですね。はい、以上オルタナティブの5箱の開封動画でした。次の動画では、構築済みデッキをここにあるリストをもとに強化して対戦動画を上げていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。